ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日はですね、はい、こんなコメントをいただきました。あき、うん、さん、あきさん、あきさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつも見させてもらってますと、はい。で、私はあき、うん、さんですね、うんうん、私はタイプ診断では2や7になることが多いですと、うん、2や7になる、うん、で自分では7に思い当たることが多いと感じますが、うん、どちらかというと利他的な行動が多く、うん、自分では2のウィング3だと思っていましたと、うん、要は人のために何かをしてあげてることの方が多いから、うん、まあ、楽観的だけど、うん、人のために何かをする、うん、だからまあ2ではないかと、うん、でまあその自己主張の面で3、うんうん、って感じてましたよと。でただ、うん、最近になって6のウィング7にしっくりくることが分かり、うん、もしかして自分は完全ノーマークだった6なのか、うん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 、なんかどこかで聞いたことのある聞いたことのある6なのかと戸惑っていますと、うん、私と同じ反応になってますと、うん、ありがとうございます。タイプ6のモデルケース、うん、二等辺の友人屋でございますと。で6のウィング7なのか、うん、いや初めからある7のウィング6なのか、うんうんうん、確信が持てずにいますと、うん、で秋さん、私が固執したいのは、うん、人なのか環境なのか。集団の中ではリーダーになる時もありますし、うん、自分が発起人となって人を集めることもよくありますと、うん、ただそれが自分のためにやってるのか、うん、要はそのタイプ7のように、うん、さあついてきてってやってるのか、うん、もうこのみんなのためにってやってるのかがあまり分かりませんと。でリーダーになってもいいけど、うん、自分はその迷った時に決断力がないため、うん、参謀役はいてほしいと感じていますと、うん、でどっちの気持ち、みんなの気持ちが分かるから、うん、まあ、決められないって感じになると、うんうんうん、まあ、その点が6っぽいと思っていると。ただ、まあ、自分のやりたいように進めたいので、うん、周りと意見をすり合わせるのが面倒だし、うん、全てを把握していたい、うん、できれば、まあ、そういう場は一人で仕切りたいとも思っていると、うん、なのでその7はその人は人と思って、うん、あまりその歩み寄らない印象なんですけど、人はそれぞれ違うっていうのも分かっているから、うん、自分にはなくても、あ、その考えもあるよねって、健全度の高いタイプ7とかだと、うん、多分、あ、その考えもあるよねっていうのも多分、うんうん、人の気持ちを汲み取ることも、うん、もちろんできるでしょうと、うん、長くなってすいません。もう思いの丈が、うん、アキさんの思いの丈が溢れましてですね、うん、でまあ最終的にはその6のウィング7か、うん、7のウィング6かの違いを、うん、これ難しいですよね。これ難しいですよね。実際に会ってないから難しいっていうのもあるし、はい、多分どのタイプもありそうな感じの部分だと思うんですよね、まあ、6、そもそも6っていうのが、うん、その全てのタイプに、6っていうのがそう全てのタイプの要素を持ってるみたいな、はい、持ってるっていうか強い、まあ、そのタイプになれるみたいな、はい、我々の師匠筋にあたる、騎士清流先生は、はい、もうよく6のタイプ6のことをバランサーって言ったり、うんうん、カメレオンって言ったりします。場に合わせてどのタイプにも慣れてしまう、うん、頑張って慣れてしまう、うんうん、人が求めることならやりますって、うんうん、だからこの自分の思いみたいなところですよね。行動で見てしまうともう分かんなくなってくるみたいな、まあ、なるほど、ところなので、そうですよね、こうリーダーになるのも、はい、7だとしたらもう自分のやりたいことを勝手にやってるだけで、そのためにこうみんなが必要だからこうついてこいみたいな感じになるじゃないですか、はい、で2だとこうなんか2とか6だとちょっとバランスを見て、ここが私の出番かなみたいな。そうですね、あの、うん、私の出番かなはすごい思います、うん、という感じで、こう多分2の人もここはちょっと私の出番かなと思って、みんなを助けてあげなきゃみたいなリーダー的な感じでこう出てくると思うんですよね。私もあの、うん、どちらかというとその結婚式の二次会の司会はやりたいんですね、う
やりたい、やりたいんですよ僕は、うんうん、なんでもうそれ友人の二次会の司会は、うん、ほぼや私がやります。なんでやりたいんですか。受けたいんですよ。面白いこと言って受けたい。そうで、うん、キャーってわっしょーいってやるのが好きなので、うん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 、それは僕自ら引き受けてる、うんうん、やりたいって言うぐらい、うんうん、なので僕も初めはそういうところからタイプ7だってずっと思ってたんですよ、うんうん、明るいし盛り上げるしって、うんうん、ただ終わった後で受けたかなとか、あ大丈夫だったかなって結構まあ突っ込むじゃないですか、いろんな人に、うんうん、怒ってないかなとか、うんうん、すごいそういうのが気になるんです。後から気になって、うん、終わってから謝りに行ったりするんです、ねうんうん、っていうところはちょっと6っぽいなって、うんうんうん、なんで前もしかしたらそのアキさんもご覧になっていただいたかもしれないんですけども、うん、他の YouTube のチャンネルの方とコラボしたじゃないですか、うんはいはい、その時に、うん、タイプ6、うん、向こうの司会の方、うん、金健さんっていうリーダーの方がいらっしゃるんですけど、うん、その方がずっと喋ってる時も、うん、早く俺に喋らせろってずっと思ってたんです、ねうん、すごい喋ってますもんね。私喋ってましたね、はい、向こうで上がってる動画の倍ぐらい多分喋ってる、うんうん、要はあれも多分もちろんタイプ6なんですけども、うん、仕切りたいっていうのはやっぱなんか出てくる。あ俺にそこ不安はないんですか。不安があるからそこなんですよ、うん、多分、うん、向こうに主導権を取られると、うん、要は喋ってくださいって言われるとうまく喋れないっていう自信があるので、うんうん、そうなる前にそういう自信があるんです。そうなる前に、うん、こっちの喋りたいことなら引っ張ってくる引っ張ってくるっていうやり方をしたのかなと、うんうん、なんでこれも全てそのタイプ6が根本的に持ってる不安、うん、不安だから本当そこですよね。6だとすると不安が強い、はい、人の反応がすごく気になるじゃないですか。気になります。そうやって今の二次会の話でも、はい、そうやって2人で怒ってないかなとかっていうの人の反応はとても気になります。すごい気になるじゃないですか。はい、で多分7の人は7の人も反応は気にすると思うんですけど、あうまく受けたかなだと思うんですよね、はい、面白かったかなみたいな。で多分くよくよはしないんですよね。不安とかはないと思うんですよね。あそこで怒ってるんじゃないかなとかは多分思わない気がするんですよ、ね、はいはい、面白いこと言えたかな、みんな面白いって帰ってもらったかなみたいなところで多分気にすることはあると思うんですけど、はい、なんでこのアキさんも、うん、その要は自分がリーダーになるとか、うん場を まとめるっていうのはとてな多分結構多いと思うんですね、うん、ただだからといって、うん、自己主張っていうことはないのかなとは思うんですよ、うんうん、で特にそのものの本だとその人と接する時、うん、外部の時によくなんかウイングが出るなんて、うんうん、ウイングで外部とっていうのをちょっと自分はそれを信じていて、うんうん、まあなんせタイプ6になってしまったものですから多分そういう時は僕は多分ここでもそうですよね。ここでもこの YouTube のこのチャンネルでも、うんうん、多分ウイングなのの部分が出てるのかなって、うん、端々にこうすいませんみたいな、あすいませんは出ますどう思われてるのかなとかは出ます。はい、なんかこうこの本が言ってますみたいな本に書いてあります的な、はいはい、僕は悪くないです。僕は責めないでくださいって、うん、みたいな。多分7の人はそんなこと気にしないと思うんですよね。逆に本に書いてあることを自分の言葉かのように喋る。うまく喋る。うまく喋る、はいうん。で終わった後はそんなにくよくよしない。うん、くよくよ。うまく喋れたのかなとか。こうなんか再生数伸びるかなみたいなことは多分気にすると思うんですよ。ああなるほど、うん、なるほど。であ何がダメだったの、で飲みなかったとすると何がダメだったのかなとかっていうことは考えると思うんですよね。はい、だけどこれを見て怒ってる人いるんじゃないかとかっていうことは多分考えない。なるほど、うん、なんで今先ほど挙げたそのコラボの動画、うん、もしくはアキさんご覧になってないんだったらちょっと見ていただきたいんですけど、うん、その向こうのメンバーの中にコウタさんっていう我々をそのコラボに誘ってくれた人がいるんですけど、その人はその動画に備えて同じ髪型にしたんですよね、うん、スキンヘッドにスキンヘッドにしてきた、うんうん、でご自身でタイプ7だと思っていて、うん、周りの人たちもそのタイプ7の話をした時に、
7っぽいっていう。あ、そうそう、ちょっと無責任、無責任なところがあるとかっていう話をしていて、その見ていただくとで、うん、そのタイプ7の人と僕が喋った時に、要はその動画の中でコータさん、まあ、呼ばれた人に対して不安になってませんかと、この人たちを呼んだことに対して不安に思ってませんかと、さ、全然思ってない、うん、楽しい、楽しんでます、自分がこの人たち呼んだら楽しいと思ったから呼んだみたいな感じ、はい、もしか僕がその立場だったら不安だと思うんです、うん、あ、何が不安かっていうと、うん、向こうの人たち怒ってないかな、あ、急に呼んで、そう、呼んで喋ってもらって、うんうん、怒ってないかなと、うん、でちょっと夜もちょっと遅い時間だったじゃないですか、うんうん、まあ、それは私は喋りすぎたんですけど、うんうん、まあまあいい時間になってた、そうそう、順次超えましたもんねことに対して怒ってないかなとかはずっと気にしてると思うんですね。なんでそのアキさんも人にお願いした時に、うんうんうん、だからまあタイプ6の人ってあんまり人にお願いしないかなとは思うんですね。7の人は結構しますね。なるほど、うん、ちょっとこれできるみたいな、ああなるほど、うんうん、でタイプ6だとなかなか人にお願いできない、うんうん、っていうところはあると思うので、うん、あ、そうですよね、向こうのタイプ7のコータさんは普通に行ってきましたもんね、うん、コラボしてくださいって、そうそう、このそう、僕たちの先生の岸さんもよく来ますもん、はい、メッセージとかでちょっとこれをお願いしたいんだけどみたいな、あ、お願いが得意、そうそうそう、要はあの自分から働きかけることによって相手を動かそうとするタイプじゃないですか、だからこうこれをやってもらいたい、あ、あの人ができる、ちょっと聞いてみようみたいなことがこう積極的にできちゃう、あまり、うん、何、言い方悪かったらすいません、申し訳ないとかちょっとないんですか、申し訳ないとかないですよ、代わりになんか、なんて言うんでしょう、トレードオフというか、僕これやってあげるから、あ、まあ、そういうのはあると思いますよ、これだから例えばうちだったら仕事じゃないですか、はいはい、あ、なるほど、そうそうそう、なるほど、で向こうのお願いも入ったりはするんですよね、はい、こういう風にしてほしいみたいな、はいはいはい、はい、普通の流れのものじゃなくてちょっと特殊なものとかをちょっと事情があってこういうふうにしてほしいみたいな、はい、ちゃんと報酬も報酬も払うからみたいな感じでお願いしてきたりは、あと、まあ、はい、構想段階のものでもお願いしてきたりするんで、よくなくなることもある、それは6としてはちょっと申し訳ないがすごい来るんですけど、ちょっと今こういうこと考えてるんだけどみたいな、こういうこと始めたらできるみたいなで僕だとすると、うん、なんて言うんだろう、形は一回作りたいんです。構想のものでも、うん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 、ちゃんとお願いできる段階まで、段階までっていう、うんうん、その辺アキさんがその人にお願いするときに、うん、あんまり気にしない、どんな思いが湧いてくるかですよね、うん、だから申し訳ないとかは多分あんまり思ってないと思うんですよね。タイプ2だとその辺、タイプ2もあんまりそういうところはないですよね。お願いに対してタイプ2の人はあのお願いしないと思う、私はやってあげる側だからし、うん、やるんだとしたら報酬があっての上 で、ね、報酬があってもちゃんとしたこう、まあ、トレードオフじゃないけど仕事の仕事としてっていうお願いするとか、まあ、プライベートだったらこれをやってあげるからこれをやって、はい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 、そっちのそれは私やっとくからこっちちょっとお願いします、完全にトレードオフの状況、そうそうっていうところで、うん、アキさんもそのお願いをするとき、うん、されるときの思いとかで6か7かはうん、出そうですよね。そう。多分7だと交渉が得意ですよ。なるほど、うん。自分はここまで、例えば取引先との交渉がある。はい。自分はここまで引っ張りたい。はい。これどうここで交渉するかみたいなことをするのが得意。僕は多分、だったら自分でやろうって、うん、なりそうなので、まあその辺いかがでしょうかと。うん、でもし、それでもっていうことでしたら、うん、ぜひ一度、出ていただいて。おしゃべりしましょうと。多分7と2の共通点は楽観タイプってところですよね。はいはい。だから多分明るい人なんだろうなっていう。でも僕も多分見た目明るいと思うんですね。はい。僕も明るいじゃないですか。はい、うん。フレンドリーで明るいタイプ。まあ、その根底はちょっと相手とうまく仲良くならなきゃいけないみたいな思いがあるから、はいはい、まあそういう風になるっていうのがあるんですけど。はい。で、楽観タイプなんで、まあ、このどちらかだとすると、多分細かいこととかあんまり気にしないと思うんですよね。はい、こう不安を感じたりとか、うん、相手どう思ってるんだろうみたいなことは感じないんじゃないですか。はいはい。で、いろんなタイプに見える人の特徴
特徴というかいろんなタイプに見える人で、はい、6残念ながら6の可能性残念ながら残念ながらはい残念ではないですよねっていうのもあるので、まあどれかなんだろうなみたいな、いかがでしょうかと、うん、もしか違ってたらまたコメントいただければと思います、まあ、違ってたらというかあれですけどね違ってなくてもその自分で276のどれかって言ってるんだから、ああ僕たち3じゃないかって言ってるわけじゃないんで、あで、あそうか、そうそうそう、6か7か6か7か6、決断をまた教えていただければと。あそうですね、はい、なのでそのここで今結論出してないじゃないですか僕たち、分かんないですからね、分かんない、はいはい、っていう部分なので、なんかまあそういったところをまたこれを見動画を見て、まあ、僕はこの文面を読んでちょっと肩組みますけど、ね、うん、あとこの仲間よと、なんかマイナス面ですよね、今こうそれぞれのタイプのいいところというか特徴的なところを見てますけど、はい、なんか悪いところいっぱいあるじゃないですか、なんだったら全てのタイプにね、はい、そう、なんだったら無責任だとかあるじゃないですか、はい、2だったらプライドが高いみたいな、高すぎるってやつですね、高すぎる、もう私はやっている側なんだからっていうプライドを持ってるみたいな、はい、コントロールしないでっていう、そう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 、っていうなんかそのマイナス面を見るとちょっとまた深くなるのかな、はい、またコメントいただければ、はい、全然出ていただくのも、はい、ウェルカムでございます、ウェルカムでございます、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。